軍曹の芥川龍之介お願いします。芥川龍之介は武装探偵社の宿敵フォートマフィアの一米国非常で攻撃的な性格をしており、常に自他ともに厳しく厳格で他者を寄せ付けない言動が多い国交差の持ち主。かつては太宰治の部下でもあり、主人公の中島敦史とは新創国として物語でも重要な人物の一人ということで、皆様お待たせしました、ブーストカイです。ちょっとねコメントで芥川のことをガレちゃんって呼んでる方が来て、まあ、由来はもちろんやつガレのガレやと思うんですけど、個人的にそれが気に入りすぎて、それ以来芥川のことはガレちゃんと呼ばせていただいてます。個人的にね好きなところは妹の銀との待ち合わせシーンは最高すぎましたね。あれはもうガレちゃんで一番好きなシーンです。さすがにショート動画ではこの魅力を伝えきれないので、皆さんコメント欄にガレちゃんの魅力書きまくってください。リクエストも絶賛受け付け中です。ということで完成しました、今回のテーマブンスト芥川龍之介。